埼玉平成中学校、高等学校は埼玉県入間郡諸山町にあり、中高一貫教育を提供する男女教学の私立中学校、高等学校、高等学校においては、中学校から入学した内部進学の生徒と高等学校から入学した外部進学の生徒の間では、3年間別々にクラスを編成する併設型中高一貫校、通称は 埼玉平成、先、平中、平成校、設置者は、学校法人山口学院である、全日制普通科で、4つのコースと、中高一貫6年コースからなる、18年連続関東大会出場の女子、ソフトテニス部、全国大会3回優勝の女子サッカー部、ゴルフ部、パワーリフティング部、女子バレーボール部、軽音楽部等、 全国大会や関東大会に出場するクラブも多い。姉妹校には国際情報経済専門学校、霞ヶ関高等学校がある。なすことによって学ぶ。Learn by doing minus を見学の精神とし、教育基本法並びに学校教育法にのっとり、知性と教養を高め、正義と平和を愛し、勤労と責任を重んじ、心身ともに健康で人間性豊かな和高の 育成に努めることを教育方針とする。高等学校においては、新たに言葉に強い生徒を育て、日本語力、英語力を高めることに重点を置き、中学校においては、中高一貫教育の中で、国際社会に貢献できる心豊かでたくましい、人間の育成を目指すことに力を入れている。高訓、創造、自立、親切、創造、熱気心、志を持ち、 積極的にチャレンジする生徒、自ら学ぶ生徒を育てる、自立、品位と、けじめのある、節度ある生徒、責任ある行動が取れる生徒を育てる、親切、挨拶を、率先で行できる生徒、思いやりのある生徒を育てる2012年度より、高等学校では、以下の目標を加えた指導を展開する2012年度より、中学、高等学校中高一貫コースにおいては、 従来の指導に加え以下の指導を展開する2007年9月21日、プロゴルファーでゴルフ部非常勤講師の男性コーチが打った打球がゴルフ部の2年男子生徒の額を直撃し重傷を負った。コーチは弾道を見せるとして部員生徒を練習場内の60から70メートル先に立たせてボールを打ったところ生徒の右前学部を直撃した。コーチは 自分のゴルフ用具を忘れたため、別の部員のドライバーを使い、手袋をしていなかった。また重傷を負った生徒には、野球用のキャッチャーミットを持たせていた。この事故で、埼玉県警察西入間警察署は、障害容疑でコーチを書類送検した。当初は、業務上過失障害容疑で捜査していたが、コーチはボールが当たる恐れがあると知りながら、生徒のいる方向を狙って撃ったことが分かり、 障害容疑が適用された。事故後、部員は陥没骨折など、約2ヶ月で入院し、休部していたが、同年9月末に退院。10月中旬に練習を再開した。2015年2月22日、同校の寮に住む1年の野球部員の男子生徒が、校庭で守備練習中に、事務職員で野球部コーチの男性がノックしたボールが、ノーバウンドで生徒の頭に当たり倒れた。 生徒は病院に運ばれたが、頭の骨を折って、急性蜘蛛膜下血腫で、意識不明の重体だった。ありがとうございます。